ちごさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。キング&プリンスの皆さんのことで、この間ラジオで、永瀬さんがお話しされたかとちょっとわからないんですけど、内容は。で、そのことに関してちょっとリクエストがあったので、で、ちょっとそのことを占ってみたいと思います。彼が本心から言ったことなのかということで、ちょっと占ってみたいと思います。よろしくお願いします。もう本当に先入観っていうか、もう情報が私知らないので、最近ドラマやってたなっていうのを、この間ちょこっとやってるのを見ましたけど、全部じゃなくて、最後なんかこう2人が横になってるところを見ました。それぐらいしか先入観でないです。ね、ちょっとね、だからね、わかんないんだけど、ね、どういうつもりだったのかなってところで、なんて話をしたんだろう。ね。わかんないんだけど。もし知ってる方いらっしゃったら、お伝えいただけたらと思います。54番ラストのカード出ました。はい、こちらのカードは励ましのカードになります。正しい方向へ進むように、あなたは背中を押されています。そうなんだ。このカードはあなたの力を集結させて夢を叶えてほしいと励まされています。何か新しい発見がありそうです。なんかね、なんかこう、なんかね、あったんでしょう。彼がその時思ってたことよりも、誰か、こうした方がいいよって、こうした方が正しいんじゃないっていう風な、この時の発言はこうした方が正しいんじゃないっていう風な助言があったんじゃないですかね。今、ビジネスマン、彼はビジネスマンなんですよ。ビジネスマンとして、こうあるべきなんじゃないっていう風なことを、彼は、教えてもらった。っていう感じができます。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いします。